た織姫ことあかえら担当リーダーのななです。よろしくお願いします。ななちゃん、最後にりおんちゃん。はい、ニコニコパワーで夕日のオレンジみたいにみんなをほっこりさせちゃうぞ。オレンジ担当りおんです。よろしくお願いします。りおんちゃん。はい、次の曲は AKB48 さんとマネキケチュさんの曲を2曲続けて聴いてください。それでは聴いてください。恋するフォーチュンクッキー。全部君のせいかも。この世界はまるで地獄だね。ああ全部全部君のせいだ。見るものすべてが愛おしいよ。ああ全部君のせいかも。僕を狂わせるひどい女さ。ああ全部君のせいだ。さあ責任とって僕の胸に落ちてよ。知らない散るいつもの坂道、去年とは違う影もしもし。隣に君がいないだけなのに、こんなにも世界が憎らしい。こんなにも世界が憎らしい。こんなにも世界が憎らしいよ。雨上がり水たまりのキラキラもさっき食べたアイスのあたりを思う。隣に君が笑っただけなのに、こんなにも世界は美しい。こんなにも世界は美しいよ。どうかしてるよね。救いようのない僕を助けて。もういなくないそうさ。骨の振りまで君に侵されてます。こんなにも世界が憎らしい。こんなにも世界が憎らしい。こんなにも世界が憎らしいよ。普段実はちょっと小さな浜がさ、ポケットの中に握った君だけも。隣で君が笑っただけなのに、こんなにも世界が美しい。こんなにも世界が美しい。こんなにも世界が美しいよ。もう気が恋する本中クッキーと君はそれを聴いていただきました、はい、それではここで告知をさせていただきます。10月9日日曜日に CPC ライブエンターテインメント13で台湾ライブを行います。そして10月16日日曜日にワンマンライブを行います。ハロウィンライブでみんな仮装します。詳細は公式ホームページやツイッターにてお知らせしますので、皆さんぜひ私たちに会いに来てください、はい、会いに来てください。はい、次が最後の曲となってしまいました。悲しいねはい、最後の曲は私たちのオリジナル曲で、エールを届けていきたいと思います。はい、タオル持っている人いたら人の迷惑にならないところで一緒に回してくれたら嬉しいです。お願いします。それではいきます。それでは聴いてください。明日へのエール君へ。佐賀の元気娘、せーの、佐賀っ子でした。ありがとうございました。